こんにちは。今回は自分のバイクではないのですが、ちょっと改造を頼まれたのでチャレンジしてみます。1969年発売の T125、ウルフです。海外ではスティンガーなんて名前でした。古いバイクはなんか味がありますね。50年以上も生き残ってきたという、年長者へのリスペクト的なものを感じます。ハンドルはなんか自転車に近いような。現代のバイクと比べれば、乗りにくいんだろうなぁ、とは思いますが、見ている分にはかっこいいです。こういうところの主張とか、わら。シートはレバーで開きます。物を入れるところではないようです。で、何をするかというと、年代物の整流器を近代化して、シールドバッテリーを使えるようにします。ブリッジダイオードのレクティファイアです。この年代で電波整流とはさすが鈴木。すでにシールドバッテリーがついてますが、レギュレートされていないのでよろしくないです。ちなみにこれならぴったりなんですが、もう一流メーカーの高級品しかないんですよね。あとはライトが暗いというのが改造の理由です。それでは現状を見てみましょう。バッテリー電圧は 5.9V。キック一発、エンジンは調子いいです。でも充電できているかは微妙ですね。メーターの電球は片方切れてますね。ニュートラルランプもつきません。ヘッドライトは。確かにこれでは夜は走れないですね。新車の時はどうだったんでしょうね。さすがにもう少し明るかったんだとは思いますが。まずは配線図を見て考えましょう。コイルからの線は2本なので単層ですね。ライトのオンオフでコイルの数が変わるようです。全体の配線図です。色をつけて見やすくしましょう。オレンジ色がキーオン時に電圧がかかる線です。で、問題なのがイグニッションコイルです。一時電源がバッテリーから供給されるポイント式で、そのまま使うには 6V が必要です。部品が届いたのでチェックします。ヘッドライトは LED にします。バッテリーはモンキー用です。容量は少ないですが、入るサイズはこれしかありませんでした。レギュレータです。これで 12V から 6V に落とします。半固定抵抗を回して調整します。テスターを見ながら調整します。12V 用のイグニッションコイルを使えばいいのですが、実験的にこの方法でやってみたいです。こんなもんかな。レギュレータレクティファイアの線を作ります。バッテリーケースの下にちょうどいいスペースがありました。
古いレクチファイアを外します。この丸いのがダイオードだそうです。見慣れないせいか、かっこいいですね。この板の表面を電気が流れます。塗装が剥げてるので感電待ったなし。新しい線と入れ替えていきます。燃料タンクを外します。これがイグニッションコイルです。オレンジの線が電源ですね。まずはコイルに繋がずに出力をチェックします。良さそうですね。電球は全部 12V 用に交換です。テールレンズは劣化で白っぽくなっています。あんまりなので磨きました。白っぽさは残るものの、透明感は復活したと思います。電球色の LED を、ちょっと無理して入れました。まあ、見えるでしょ。せっかくだからフル LED にしようかと思ったんですが、味気ない感じだったので、メーターは全部電球に戻しましたとさ。旧車は電球色の方が似合いますね。ハイビーム、なんか微妙ですが、前よりはいいでしょう。なかなか明るくなったと思います。最後に、一番大事な発電量のチェックをしましょう。バッテリー端子にテスターをつないで、電圧の上がり方を見ます。アイドルで 13V、十分ですね。
ちょっと回転数高めですが。でも 13V。 イエンカーはワット数の大きいものしかなかったので、テールランプも一緒に点滅しちゃってますね。これは持ち主に LED 化でもしてもらいましょう。今回は LED 用のウインカーリレーが間に合わなかったので、このまま返却です。インジケーターにはダイオードを入れましたので、LED 化は玉とリレーを変えれば OK です。というわけで、12V 化は無事終了です。オリジナル状態の価値もわかりますが、公道を走るからには保安部品は新しい方がいいですよね。今回は、ステーターコイルを触らなくて済んだので、比較的簡単で満足度の高い作業でした。かかった費用は、手持ちの電球を除いて、6000円ちょっとでした。本当は試乗もして確認したかったのですが、盛大にオイル漏れしてたのでできなかったのが心残りです。レギュレータの発熱具合とか、すぐ壊れないかとかは、持ち主にテストしてもらいます。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。